さて続いてはドリブルです。個人の力で局面を打開するドリブルはサッカーの花とも言われていまして、魅力的なテクニックですよね。そして何と言ってもドリブルは石川さんの代名詞ですよね。はい、よし、得意ですでは早速教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。いきますか。じゃあ、はい、ドリブルはまあいろいろ種類はあるんですけど、本当に一番最初にトレーニングするような、はい、子供たちが、はいはい、こっから上手くなっていくっていうね、はいはい、まずは、まあ、両足でリズムよくドリブルをしていこうかなと思いますけど、はい、まあ、インサイドで、インサイドで、はい、自分の真下にボールを置いて進んでいく。難しそう。行ってみますか。頑張ります。はい、まだ見てますんで。はい、いきます。はい、うん、いい、うん、これでもポコポコ進んでっちゃう。ここまで来たらじゃあ帰っていきましょう。はい、トントン、お、あーあボール置いてってる均等にやるのが難しいですね。まあ多少ずれても、うん、またドリブルはもう均等にするっていう、まあ別にそうしなくてもいいんで、うんうんうん、とにかくボールを触ってあげる。はい、ボール友達だから。ボール友達、うん、ボール友達、そうトントン、うん、そう、少し前に進んでいっちゃう時はもう一回、そうですよね、止めます。行っちゃったらそう止めて、もう一回自分の近くでリズムで、ボール、まあ、とにかくドリブルはその突破するドリブルもあるけど、はい、ボールの近く、自分の足の近くでドリブルしてあげれば、はい、相手からこうね取りに来られてもすぐかわせるし、はい、そうそうそう、こうやって来た時にそうそうそ う, そ う, そう逃げることができるそう難しい力加減の問題なんですかね。そう、まあ、そのタッチなんかもドリブル自分でしていく中でそのタッチを感じればいいし、はい、うん、優しくタッチしてあげる時もあれば少し強く前に持ち出す時もあるし、まあ、まずはこの基本でボールを常にたくさん触れてあげる。たくさん触れる、うん、うん、トン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 、ほいほいほい、うん、オッケー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 、ボール離れてる、ボール離れていいけど、でまあ、両足でできるようになったら、はい、今度右足だけ、右足だけ、右足だけで、まあインサイドとアウトサイドあるんで、アウトサイド、インサイド、アウトサイド、インサイド、アウトサイド、インサイド、リズム、リズム、オーマイガー。でこれもコツは、はい、リズムと、はい、そのリズムを生むのは左足、右足やるときは左足、左足、足を常にこっちはこうこういう感じで、そうそうそう、リズムを作ってあげる。で右足は触れるっていう感じ。はい、行ってみましょう。想像もつかないですね。そう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 、いい、ナイスナイス、うまいうまい、ああああ。そう、最初はずれても慌てずにもう一回やり直す。はい、右、うん、左、右、そう左オッケーオッケー、もう一回行ってみましょう。もう一回、待って、ハンド、あハンド右、あ、ちょっと待った、ストップ、もう一回、こっち、右、左、そう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 、ナイスナイスナイス、あそう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 、左、うん、右、左、うん、右、左、右、左、右、左、オッケー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 、ナイスナイスナイス、いいいい感じいい感じ。そしたらじゃあ今度左足、苦手な左足行ってみましょう。トン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 、あ、もう無理だあ、もう無理だ、言っちゃった左足って、うん、そう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 、あ、うまい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 、そう、
や、いい感じの、あのタッチ、優しい、うん、あ、足が、うん、そう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 、オッケー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 。まあ今は右足やりました、左足やりました、まあ両足もやりました。はい、あとはアウトサイドだけ。え、これもリズムね。でこれは今はドリブルの練習なんで右足左足でやってるけど、例えば、はい、試合をしてるときに結構ドリブルするときこうアウトサイドで使ったりするね。でこっからかわすときにフェイント入れてアウトサイドでこう持ち出す、あ、結構あるんで、そう、またぐのはちょっとさらに次のレベルだけど、まずはどんな場所でもドリブルできるように、まあ、アウトサイドも、そう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 。ナイス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 。うまいうまいうまい。アウトの方がなんか得意なのかな。うん。オッケー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 。ナイス。そしたら両足右左アウト。次は、はい、結構上手い選手であればあるほど足の裏をよく使う。足の裏。そう。はい。これもあの試合なんか見ててもやっぱ足の裏を使う選手ってすごいこう引き出しが多くて、はい、ドリブルもこうやって仕掛けてて一回こう引いて相手との距離取ったりとか、はい、逆にこう押し出すこともあるし。押し出す。うん、だから足の裏はまずじゃあこれでいきましょう。おお。簡単そうに見えて難しいやつだ絶対。いきます。はい、そうそうそう、押し出してみる。わあ難しい、これ大丈夫大丈夫、続けて続けて、これ難しい、一番難しいかも。本当？そう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 、オッケー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 。うん、うん、転がしてるんでいいんですか。そう、転がすような感じでボール運んであげる。これも一つドリブルだから。おう、うん、あ、オッケーオッケー。難しい。でもできてるよ。本当ですか。うん、オッケーオッケー。じゃあ左足。おー、左足難しいだろうな。よし、行きます。はい、オッケーオッケーオッケー。左、ほい、うん。左の方がスムーズなんじゃない。今両足インサイド、右足インアウト、はい、左足インアウト、両足のアウトサイド、はい、足の裏、足の裏で今まっすぐドリブル練習しましたけど、あー、うねうねだ絶対。うねうね。うねうねいきましょう。じゃあこれで細かい、これ大きい方だよ。本当ですか。うん、これで今の両足、はいはい、右足左足、そう、これを練習してみる。そう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 、うん、いいいい。で慣れてきたら少し前に行くスピードを速めてみる。なるほど。でもボールは足元にあるように。はそう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 、ナイスナイスナイス。もうドリブルもパスもやっぱひたすらね、こうやって反復練習、やっぱ技術を覚えるのは反復練習しかないんで、うん、でもやればやるほど上手くなるから続けていきましょう。反復反復、うん、右左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 、そうそうそう、リズムリズム、右左右左。そう、今右左右左ってこうやって言葉で喋ってるけど、はい、もうそれは何でもパン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 ってこう自分のリズム、トン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 、ああ、だからリズム感のいい人はドリブルもやっぱりうまい。なるほど。うん、